海と日本プロジェクト下関市の海況館にやってきました。今回はちょっと変わった海の生き物に密着します。下関市立下関水族館海況館で開かれているガチ、ピタ、ギュ、くっつく海の生き物展です。見てください、水槽に内側からぴったりくっついてますよ。沖本さん、これは？これは小判ザメという魚です。今ピタってくっついてる部分、本当に小判みたいな形ですね。実はこの部分が大きな吸盤なんですが、ちなみになんでくっついているかって知ってますか？いや、知らないです。実は彼らは大きな魚にくっついて、彼らが食べた餌の残りなんかを食べたり、遠くに運んでもらったりするためにくっついているんです。こちらはお互いが助け合っているという生き物。ヤドカリはまずイソギンチャクの毒で身を守ってもらうことができます。それからイソギンチャクはというと、ヤドカリに遠くまで運んでもらうことができます。お互いが助け合っているんです。なるほど。会場にはいろいろな場所にくっついて暮らしている生き物がたくさん。ちょっとキュートな姿をしたものや、磯で見ることができる身近な生き物もいます。丹後さん、今日はとっておきのくっつく生き物を用意したので、ぜひ触っていってください。とっておきですか？はい、こちらです。タコ、マダコというタコなんですが、このコーナーではタッチしていただけます。あ、吸い付いてます、吸い付いてます。気持ちいい、キューってきますね。くっつく生き物たちの生態を楽しく学ぶことができるこの企画展、11月23日まで開催しています。次はですね、館内にいるくっつく生き物を探すためのアイテムをご紹介します。海況館オリジナルのアプリを使って、では早速探しに行きましょう。はい、はい、あ、画面にアミメハギを見つけたよって出てきました。あ、早速ですね。実はこのアプリ、水槽の近くに行くとその水槽にいる生き物を見せてくれるので、おそらくそこの水槽にいるんじゃないかと思いますよ。この写真と似た魚は、あ、これですか？正解です。いた。アミメハギをゲットしました。アプリは自分のスマートフォンやタブレットにダウンロードして楽しむことができます。海況館はイルカやアシカやペンギンだけではありません。海の不思議、魅力が満載です。家族や友達同士で楽しみながら海のことを学んでみてはいかがでしょうか。海と日本。